はい、こんにちは、ずいふーさんです。今日はセブンティーンのエスクプスさん、の運勢を見ていきたいと思います。セブンティーンのリーダーだということですね。パッと見た瞬間、極道飯ですかと、ね、いうことですね。極道飯というのは、刑務所の中で極道たちが今まで食べた美味しかったものをね、説明していく、ね、そしてみんなで美味しそうだなって言ってね、楽しむというね、それだけの、お話です、ね。こういう方ってね、エピキュリアンなんですよね。人生楽しみごとなくはもう意味がないという考えの人が多いんですね。ですのでね、もう普段はね、歩くバーレスク東京ですかみたいなね、あの感じでね、よ、遊び人金さんみたいなね、声かけられてるね、想像できますね。そういう人がね、楽しみごとない刑務所に入ると何をするか、ね、美味しい食べ物の話ね。ずいふーさんも昔はね、柔道で減量がありました。減量するのにね、ご飯食べられません、ね、その時にね、みんなとね、こういうあそこモスバーガー行きたいねとか、モスバーガーの話とかねお好み焼き屋さんがあって、あそこで焼きそばも食べたいねとかね、なんかね、そんな話ばっかりねしてました。ついついね、それをね思い出してしまいました。そういったことでね、まあこういう方、非常にね、まあ遊びが大好き、ね、楽しみ事が大好き、ね、ということで、仕事でもね、営業を、例えばこういう方が営業をやってるとすると、夜契約取るみたいなね接待で5時から男みたいなね昔ありましたけどね、接待得意な人多いですよね。接待、して仲良くなって、それで契約取ってくるっていうね、そういうようなね、タイプの方ですから、まあセブンティーンって、やっぱり男性のグループってやっぱギクシャクして、なんか蹴落とし合うみたいなね、プロデュース101なんてね、もう相手をこき下ろしてあいつを落とせって言ってね生き残っていく、オーディションですからね。その中で生き残った13人ですか、ということですから、その中においてね、その中においてやっぱりまとめられるのは、そのなんかね、場を和ませるようなね、そういうような、もうみんなね、飯食おうよみたいなね腹減らねえみたいな、ね、そういうようなね、キャラの人ですから、コミュニケーションってことですよね。そのグループ内にコミュニケーションが一番必要だから、じゃあ君リーダーだよと、でみんなにやっぱリーダーはね、エスクプスさんがいいですよってね、言われて、そのリーダーになったということなんでしょうね。でこれはね、そのやっぱりその2種類に分けられて、男性から舐められる人と男性から尊敬される人がいて、舐められる人は大体そのリーダーにはなれないんですが、どっちかっていうとその尊敬される方ですよね、だから舐められない、こういう人だとね。舐められる人だとね、どうしてもね、難しいということになります。影のリーダーが存在したりしますよね、そうするとね。そしてね、ダンスの方はどうだと、これガラッと変わりますね。ダンスの方はね、実は泣きの竜ですね。ダンス界の泣きの竜みたいなね泣きの竜っていうのは、その麻雀の漫画でね、めちゃめちゃ強い竜っていうのがいてね、それが泣きの竜ってね、言われてるんですけど、そのぐらいその強いで、こういう方ってね、そのポーカーフェイスの方多くてね、
自分の弱みを隠して相手の弱みをつくみたいなね、そういう方多いんでね、ダンスでもねやっぱすごいものを見せると思いますし、うまいと思います、ね、歌もラッパーなんでね、歌もうまい、ね、ですからこのことをね、これをパッと見るとね、ラーメンの鬼佐野ですかみたいなね、ラーメンの鬼みたいな、そんな感じにねやっぱ思えるわけですよね。そしてね、プライベートでも忙しい方ね、常にこう忙しくねしてないとね、もうそわそわしてね、落ち着かないっていうね。でこういう方ね、あれですよね、なんかいろんな店に電話かけてますね。いや13人だけど今いいかなみたいなね、いける、あ、お、よ、オッケーオッケー、今日夜、じゃ あ夜8時からね、よろしくってね、女の子いるみたいなね、誰と誰いるみたいな、急いで呼んでみたいなね、そんなにしなくてもみたいなね、感じでね、じゃあバーレスク小峠を連れていくからみたいなね、うん、ね、天地ももう呼んどいてねみたいなね、絶対だよ、天地ももう旅入りで呼んどいてよって言ってね、忙しくね、している方をねよく見かけるんですよね。これお母さん忙しくしてる方なんでね、あんまりねこうのんびりしてるとなんかイライラしてしまうね、方だと思います。だから急ぎすぎてね転んだりとかね、なんか行ったと思ったら帰ってきて忘れ物取り切ったりね、なんか走ってるイメージがねいつもありますね。そういう肝っ玉母さんの大阪のおばちゃんみたいなお母さんと、非常にねバーレスク東京ねミスター遊び人みたいなお父さんのね、その間にできたのがこの子ですみたいなねこんな感じなんです。ただ集中すればやるときはやるよこの子はみたいなね、そんな感じでね、やっぱりダンスがうまいこと歌がうまいことでね、認められなければそのセブンティーンね、世界最高グループのねリーダーとは認められないわけなんですよね。ということでね、なるほどと思いました今日もね。ということでね、これからも頑張って、いただきたいと思います。まあ K-POP ね、結構やってるんですけどね、K-POP 見てくれ、あんまり占ってる人って多分あんまりいないみたいなんですよね。だから占ってるとそれをこうニーズがあるっていうんですかね、そのおここで占ってるぞみたいな感じでね見てくれるんでね、それでね K-POP ね人気グループ、もうずいぶんさんあんまりよく詳しく分かんないんですけど、K-POP すごいと。でまあすごいっていうのを分かったのはそのね、虹プロジェクトね、あれテレビで見てからね、こんな風にやるんだと思ってね、それで、まあ興味持って、それで、ね、まあすごいね、世界的でも認められてる、ね、分かってやってます。これからもね、ニーズに応えてやっていきたいと思います。はい、それではね、チャンネル登録&高評価よろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。